日だと。そうです、だからちょうど1年前ですけど、あの記者会見でなんで5月16日あ行っちゃったみたいな、やめてみたいなとこがあったんですが、これこれ。でこれも高城さんも、で高城さんも当時その、いや離婚したくないんだと、あ離婚してもいいんだと、ただ言うべきことを全部言いなさい、言わないと離婚はできませんよ、何だったら私の方から言いましょうかみたいな話もあったんですが、あれから1年でまだ離婚はされてない、それが方の進展がないね、ええ、高城さんの方が離婚届を不受理っていうのを出してまして、ええ、そのままずっと1年経ってるんですけど、うん、まあ、エリカさんとしても仕事も始まってますので、ええ、離婚で言うと離婚するしないっていうのは、最後には今は運営してるのも、あの、お世話になってないんだ。これ、あの、住田先生、離婚は不受理っていうのは、誰だ、バル写真のは。